格試験って結構やっぱり大変ですね。そうですね、日本語は私にとって、まあ、第二言語なので、そういう意味では結構専門用語はかなり難しいという感じで感じておりまして、そういった点では結構大変ですか。そうですね、多分普通の日本の方よりもこう難しいという感じになります、ね、そうですか、はい、じゃあそんな中でなぜこの FP の資格を取ろうと思われたんですか。そうですね、まあ、実際は、まあ、大学を卒業した後にこう実際にどういう資格がいいかなという一回全て見てみたんですけど、やはりこう一生で続いている中で IP というのが常に生活に関わっていてかなり役に立つという資格があったので、それを受験を決めました、はい。あの担当講師の講義はいかがだったでしょうか。安藤先生とても無駄がない、話に無駄がないというイメージですね、はい、いつもここはほとんど試験では出ませんということをはっきり教えてくれるので、あとここはすごい重要なポイントなので押さえておいてくださいという、こう言われを聞くととても時間が長くてというイメージがあるんですけど、ただ安藤先生の言われを聞くとすごい時間の節約と、まあ、効率性を感じることができました。あの他にはこう何か役立ったなっていうのはありますか。主にこう道場破りごめんに使われてました。そうですね、合格道場はとても役に立ちますね、とにかく、まあ、電車の中でも、もう会社の中の休みの時間とか、もうすべてそれをフォーカスして、会社の中でなかなかこうテキストを開いて読むのが恥ずかしいというか、あのあんまり、そういうところもあって、こうインターネットでもできるし、スマートフォンでもいつでもできるというのがありまして、で僕は道場の中でさらにゲーム形式というのもあるんですけど、僕もあのたまに疲れた時ゲーム形式 に切り替えて、ゲーム感覚でいろんな問題にチャレンジしました、ではあのこれから合格を目指す方へのメッセージをお願いします。はい、皆様に伝えたいメッセージが2つがあります。1番目がとにかく自分を信じること、2番目はとにかく諦めないこと、これは一番大事なことです。皆様の合格を心より祈っております。ありがとうございます。